行方不明、羽生譲弦を見つけたと勧告し、同門の韓国選手も知らなかった動向。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートの羽生譲弦、ANA が6日、3連覇がかかる北京五輪へ現地入りした。その動向に世界に関心が寄せられていたが、前回平イ五輪の開催地、韓国メディアも、 行方不明、羽生結弦を見つけたなどと報じた。6日に北京入り、前回開催地の韓国メディアも報道、ハブの噂も一段落。フィギュアスケートの羽生結弦、ANA が6日、3連覇がかかる北京五輪へ現地入りした。その動向に世界に関心が寄せられていたが、前回平イ五輪の開催地、韓国メディアも、行方不明、羽生結弦を見つけたなどと報じた。ついにハブが北京に現れた。 中国メディアは防護服を着たスタッフに囲まれ、日本代表のスーツを着たハブと見られる男性が歩く様子を撮影。その模様は一気に世界に拡散されたが、前回平昌五輪の開催地、韓国もその一つだった。韓国紙、ソウル新聞は、行方不明、羽生結弦を見つけた。本日北京入国と報道。これまでの報道からコーチのブライアン・オサー氏と同門のチャ・ジュンン、韓国も動向を把握しておらず。 すでに入国したなどという噂が飛び交っていたことを伝えた。競技だけでなく公式練習まで不参加だったのでハブの行方が噂されていたと報じた。ハブが好きなクマのプーさんのせいで失踪したという噂までされた。熊野プーさんが習近平国家主席と似ているキャラクターだという理由で中国でタブー視されて各種検閲されているとネット上のジョークも持ち出し、注目ぶりを紹介した。 ハブの行方が明らかになって噂も一段落したとし、ハブの存在感の大きさをうかがわせた。ザ・アンサー編集部、羽生結るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。 現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。